ってごらん。さあ蹴るんだ。今のは何だ、見せ物か。大事なのは気持ちの集中、気合だ。さあもう一度。気合を入れろって言ったんだぞ、怒りじゃない。よしもう一度かかってこい。おお、よし、そうだ。どんな気分だった？考えるな、感じ取れ。それが月へと差し伸ばす指となる。指先に集中しなければ我々が目指す栄光の地には到底たどり着くことはできないんだ。どうだ、分かったか。決して相手から目をそらすことはならない。お辞儀の時もだ。そう、それでいい。